皆さん、こんにちは。2024年8月6日に加藤志穂さん、東村芽依さん、浜岸日和さんと同時に日向坂46を発表した丹生明里さん、12th シングル絶対的第6巻の活動を最後にグループを卒業する丹生さんですが、これまでフロントメンバーとして支えてきていましたが、近年は腰痛に悩まされ休養していた時期もありました。そんな丹生さんは自身の卒業について本音を明かし、後輩である3期生の山口春代さんは卒業発表時のグループの内情を明かしていました。今回は丹生さんの卒業への本音、4人同時卒業発表時のグループの内情、気になる今後について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。丹生さんは自身のブログ内で私の気持ちと題した投稿で卒業を発表。欅坂に憧れた彼女はアイドルという存在から勇気や元気をもらったように、私もアイドルになってたくさんの方を笑顔にしたいという目標を胸に、欅坂46メンバー追加オーディションを受け、アイドルとしての道を歩み始めていました。順風満帆に見えたアイドル生活ですが、2021年頃から腰の持病のため活動休止。リハーサルで何度泣いただろう。メンバーにもスタッフさんにもたくさんの方に心配をかけ、腰の痛みでこの世界を辞めた人を何人も見てきたと、大事にしろとスタッフさんに言われたことを今でも覚えています。それでもだましだましで活動し、きっと今までのものがたまりにたまって一気に体に来てしまいました。私のアイドル人生長くないな。大好きでたまらなくて、まだまだやりたいこともあるけれど、2022年頃から卒業を強く考えるようになりました、と当時について明かしていました。ブログの中で丹生さんは、まるで今日でさようならのようなブログ書いてしまいましたが、まだまだアイドルとしていられる時間はありますので、と記し、私は後悔なく過ごしたいと思っております。一緒にいられる時間をかみしめて最後まで楽しみましょうね、とファンに呼びかけ、皆さんのことが本当に大好きです、何にも代え難い私にとって大切な存在です、日向坂46として過ごす最後の日までどうぞよろしくお願いいたします、とファンに向けてメッセージを送っていました。では現在の丹生さんはどのような思いで活動しているのでしょうか。異例となった4人同時の卒業発表、一人の場合は誰々からお話があります、という形でメンバーに伝えるそうなのですが、今回は4人だったので、スタッフから4人がこのシングルで卒業します、と先に伝え、その後に1人ずつ挨拶する形になったといいます。丹生さんは他3人の卒業について、発表の少し前に知って、衝撃を受けたそうで、メンバーやファンにどう発表すればいいかをずっと考えていたと言います。3期生の山口春代さんは4人同時の卒業発表の時を鮮明に覚えているそうで、そんなに一気に卒業して大丈夫なのかと不安に駆られたと言い、自身は下を向いていてあまりわからないとした上で、発表時のグループの内情について空気が止まった感じだったと振り返っていました。ちなみにこの時はフォーメーション発表前で、それどころではない空気が漂っていたそうで、丹生さんは誰の顔も見れず目の前を見つめるしかなかったと言います。先述したように丹生さんは腰痛に悩まされており、卒業の原因にもつながっていました。卒業を決める前から痛みに悩み、今までできたことができない悔しさをずっと感じていたそうですが、まだやりたいことがあるという思いで頑張り、そんな中であとは残された目標をやるのみだと感じ、卒業を決断したのです。腰痛による休養期間の際には、休養するって決めた時に卒業をすごく悩んで、その時に2度目はないなという思いで休養を決めました。でも
やっぱりそこから卒業を決断するまでには本当に悩みました。このまま卒業してしまっていいのかっていう気持ちもあって、でもここまでと期間を決めて最後に向かって頑張るというやり方がきっと自分に合っているなと答えを導き出せたんです、と振り返っていました。ハイパー塩対応。卒業発表してからのグループの雰囲気についてはあまり変わらないかもとして、ファンからのレターを読み実感をしたものの、メンバーらと会うといつも通りに戻ってしまうと話し、山口さんはまだ本当に変わりがなくて、でも私個人的には丹生さんとお会いした時には絶対動画撮るようにしているんです。卒業の発表があった日から会ったらほぼ毎回です。でもどこかに載せようとは思ってなくて、完全に自分の思い出ですね。やっぱりこの期間がどれぐらいあるかわからないので、それまでの記録として撮るようになりましたね、と思い出を作っていることを明かしていました。そんな山口さんは丹生さんの卒業発表に赤ちゃんのように泣き、なんで言ってくれなかったんですか、と怒り気味になっていたそうです。ですが後からそれも優しさだったのだろうと思ったそうです。絶対的第六感では君に話しておきたいことぶりに、金村美久さんの隣のポジションで、金村さんも自身のブログでポジションについて綴っていました。丹生さんはフォーメーション発表時、金村の隣だと驚いたそうで、ひらがな欅時代は期待していない自分だったり、隣のフォーメーションもあったため懐かしい戦友のような感覚になれて嬉しかったそうです。卒業について2人で話をしていたそうで、2人で食事に行った際、長時間グループについて話したそうなのですが、卒業を決めたことは誰にも言わずにいたため、金村さんも他のメンバーと同じタイミングで知ったそうで、なんで言ってくれなかったの、と怒っていたそうです。仕事に影響すると思い言うことができなかったと丹生さんは謝ったそうなのですが、金村さんはたびたび「やめさせないぞ、引き伸ばしてやる」などと引き止めてくれるそうで嬉しかったとも話していました。ハイパー塩対応。丹生さんはブログで「私の夢は人を幸せにすること」と綴っていますが、卒業後もその夢は変わらないそうで、これからはアイドルという形ではなくなりますが、私を見てくださる方々を幸せにしたいですし、私がおばあちゃんになっても身近な人や周りの方を照らせられたらなって思っています、と話しており、卒業後について、私はゲームが好きなのでそのジャンルで輝けたらなっていうのが今の私の目標で、できれば皆さんの目に留まる場所にいられたらなと思っています、とゲーム関係の仕事を行うことを示唆。さらには丹生さんは10月11月公開の踊る大捜査線シリーズへの出演が決まっています。ですが女優業についてはチャレンジしたいっていう気持ちはあるんですけど、あんまり自信はなくて、でももしオファーをいただけるなら一生懸命頑張ろうって気持ちでいます、とあまり積極的ではないようです。また先日放送されたテレビ朝日系バラエティ番組アメトーークで行われた芸人ドラフト会議で丹生さんが注目されていました。もしテレビ朝日で自分が MC を担当する冠番組を持ったら、周りのメンバーには誰を選ぶをテーマに、芸人たちがプロ目線で欲しいメンバーをドラフト形式で指名する企画を行った際、ゲスト6人とアシスタント1人を考案する中で、お笑いトリオパンサーの向井聡さんが丹生さんを6位で指名。丹生さんを指名した理由について、向井さんは喜怒哀楽の表情が非常に豊かで、喜ぶ時は本当に喜ぶ、驚く時は驚く、笑う時は思いっきり笑うっていう
これがポスト佐藤しおりと言っても俺はいいと思っていてと絶賛。二部さんとの共演経験が多いアンガールズの田中拓司さんもなるほどと大きくうなずく様子を見せていました。この放送を見ていたファンはこれで将来安泰だと安心していたようです。ゲーム、バラエティ、演技と選択肢が多い二部さん。確かに日向坂卒業後もまだまだ活躍を目にすることは多いかもしれませんね。卒業セレモニーなどの詳細はまだ発表されていませんが、二部さんは理想の卒業について、個人的には休業明けからはずっと皆さんに恩返しの気持ちで活動してきました。最後に全曲通してライブに出演することが目標なので、それを一番最後の日に叶えられたら悔いなしだなって思いますと話しており、グループの存在について、アイドルになる前は普通に生きてきて周りから不思議がられることもあって悩んだこともありました。でもこのグループでアイドルになれて、自分のありのままをいいんだよって全てを受け入れてくれる居場所に出会ったような気がして、自分をより出せるようになったなって思うので、日向坂46は自分を変えてくれたきっかけだったし居場所だったなって思いますと語っていました。明るい笑顔とハッピーオーラをメンバーファンに届けてきた二部さん、どうか最後まで無事に走り切ってほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。